不法ゲームクリエイター E の検事さん死去。D の食卓作者。新不全エネミーゼロ PS3 マツコナイトワープ。芸能スラッシュ不法ゲームクリエイター E の検事さん死去。D の食卓作者3。E の検事さんかっこ E の検事イコールゲームクリエイターな20日。高血圧精神不全で死去。42歳。今日は24日午後の6時。葬儀は25日午前9時から東京都杉並区堀之内さんの48の8の妙法寺で。もしはつなるかさん。1995年に代表作のゲームソフト D の食卓を発表。00から04年、朝日新聞家庭面で、10代のための人生相談、ティーンズメールの回答者を務めた。ソース、人気ゲームソフト D の食卓などで知られるゲームクリエイターの E の健二さんが20日午後9時42分、高血圧精神不全のため東京都内の自宅で死去した。42歳、東京都出身、高校中退後、ゲームソフトの会社を設立。1995年に発売したミステリーアドベンチャーゲーム D の食卓は海外でも人気を集め、約100万本を売り上げる大ヒットとなった。他の代表作にエネミーゼロ、美しい画像と高いストーリー性のゲームを手掛けた。D の食卓買ったまま放置してあった。今からやります。PS2 でできるかな？喘息の発作から心不全か、不法に乗っかって危機として晒すような関係者のいる医療機関か、有名人は辛いな。2013年も迷惑かかんない。癌宣告されてから健康に気を使いますやつ多いけど、時すでに遅し、成人病になったら終わり、ならないように気をつけなさい。風のリグレットってときめも口にたなく罵っていた印象しかない。風のリグレットは面白かったな。おおお、なんてこった、どうでもいい。いいの、いいの、いいの、何ださいいの、震災後に息子へ、という本を出していて、一読の価値あり。やっぱ肥満は短命だね、マツコ。あら今日インプレスでアップルの慢性記事にたばかりなのに、心不全とデブってまさにという感じだな。マツコ焦ってダイエット。まあ早死にしたのは天罰だよね。というかデータウエストのアクティブピクチャーシステムシリーズのポリゴン版だよ。昔深夜にやってた E のケンジとピエールたちと女性が8人くらいで、日本ゲーム社っての作ったやつ見てた。電磁波かっこ光だったかな。に反応する玉のうちみたいなの作ってたね。あれやってみたかったな。川島に似てる川島の妹は普通に可愛い。確か、E のとピエールな番組やっとった同じ年に、野生爆弾の川島が大阪梅田ですれ違ったやつ全員に指差しながらアホっていうむちゃくちゃな番組やっとったな。陣内がレシートスモロクやってた頃か、だいぶ、すでも落ち着いたな。なんだかんだ言われても、みんなの記憶に残る作品を残したことは、素直にすごい。しかも、去年42とか、D の食卓とかエネミーゼロとか出してた頃は、一体何歳だったんだよって話、20代で、あれらを製品化して世に出したとか、その点については尊敬するわ。ミスターハイファッションの、D と山本洋次のコラボ企画で、縁あって赤い羽を貼り付けるお手伝いしたのも、今となっては良い思い出。タツナモトクの何作目かに本人出てたような、ゲームクリエイターというより、本人の、じゃなかったって面白かった。D 作ってた頃は睡眠時間2時間とか言ってたから、生活はずっと不規則だったんだろうな。クソゲー作ってたぐらいしかイメージがない。クソゲームクリエイターだな。早すぎるだろ。リグレットもエネミーゼロも嫌いだったな。独特なゲーム作るやつだった。イーノさんは、今のソーシャルゲームについて、何か苦言みたいなこと言ってなかったのですが、彼の性格からすると絶対にゲームとして認めないと思うのだな。ハッタリでご両親で通用した時代のゲーム作家。ゲームから別の企画にでも行けば、ハッタリで足元みたいにもう一度当てたかもしれん。エネミーゼロのアンケートには、俺もかなり批判的なこと書いたな。でも書いてきたユーザーには、年賀状が来たりでちんなところはあったね。あの時代は作り手も、客も、真剣勝負だったから、お互いの喉元に真剣を当ててるような緊張感があったよ。いいの太ってたからな。デブはこういうリスクあるよな。デブは長生きできない。しかしまだ42歳だったとは。昨日の21時頃の時点、そして今、何このクソショップ、死んだからって速攻で値上げするとか飛びすぎやしませんかね。ただのダイエットじゃなくて体がやばかったのか。ゲーム批評って雑誌の FF7 レビューで焼き鳥をつまみにコーラをラッパ飲みしながら、プレイしてると言ってたな。やはり早死にしたか。こいつの性格通りあんの上クソみそにけなしてたけど、イーノさんが行っていた。炭水化物抜きダイエットは死亡率高まる可能性。心筋梗塞や脳卒中になる危険性が高まる。創始者のアトキンスは転倒による頭の強打によって昏睡状態を原因として死亡した。死亡時に心臓病であり、さらに体重が 116kg あったという発言に対し、死亡する9日前には 89kg であったと弁明ならされた。通常の食事バランスではないため健康上の問題をめぐって激しく議論されていた。2004年にはダイエットの1年目からず通上げるなど、炭水化物が少ないことによる副作用も見られ、長期的な安全性は保証できないと報告された。アメリカの調査では2004年2月時点で消費者の 9.1% がこの低炭水化物ダイエットを実行していると答えていたが、同じ年の7月には 2.1% に急落しており、その後、アトンキンスニュートリショナル社は破産法に基づき会社構成手続きを取った。作品批判、生活習慣批判、青いけど、人格批判は少ないね。良い人だったんだろうな。痩せた姿はさと高一伸び作りのイケメンだったのになのね。少し悲しい。太ってる痩せてるは、高血圧に関係ないよ。スーちゃんネラでも30代だと、会社の検診でも測ったことない人多いんじゃないかな。160超えてると、生活してていきなりぶっ倒れる可能性あるよ。薬局とかで測った方がいい。ヒロミジが正解。最近何をしてたか知らないけど、記憶に残るゲームを作った人だった。コロン2、夜、2月24日日曜、午後6時から午後7時、葬儀告別式、2月25日月曜、午前9時から午前10時、疾患、コロン、妙法寺、かっこ、堀之内静堂、住所、コロン、東京都杉並区堀之内3丁目48番8号、行ける人は言ってくれ。本当に偉大な人だった。スマートニュースの見出しで知って最初は、って思った。42とか早すぎだろ。不法、声優の本田千恵子さんが死去。多発性がん、何回切るエネルギーを PS、サターン時代に大半使っちゃった感じ。あの時代は一番ゲームとしても楽しかった。例えば、結納の時に、いきなり俺、この女と結婚するから婚約破棄なとか言った上に、散々別れた女の悪口を周りに吹聴する人間のことを良い人とか言うのか、人格は最低レベルだろ。最低レベルの掲示板で、そんなこと言ってても説得力ねえぞ。今後、デブは早死にするよの具体例として語り継がれそう。42で早すぎ、もっと言ってるのかと思った。ゲーム批評で散々持ち上げられて好き勝手連載とかしてたら、ふんゲー出して、批評された途端に喧嘩別れ。そのゲーム批評も結局敗刊だけどね。うわこれもまたショックだわ。ゲーム批評にアンケートを出して、テレカをもらったのはいい思い出だぶり。ラップシシマルの連載も楽しみにしていたな。絵の漫画家と組んだのは合わなかった。あの絵なら好きではなかった。それの情熱大陸の動画に、見切れてるけれども喫煙を思わせる動作があった。タバコを箱から出していたぞ。デブでグルメで喫煙者なのに喘息持ちはやばいな。しかも睡眠削って仕事なら何かやってたようだし、寿命かもね。なんなん嫁が美人だった気がする。エネミーゼロはあまりにも堂々とエイリアンをパクっていて、本当に知らなかったんじゃないかと思うほどダブル。この人ソニー相手にすごい役体ついたから、一部不快に思う人間がいるのも理解できる。現役時代は知らんが自伝ゲームをブックオフで100円で買って読んで以来気になって猪木のこといろいろ検索して調べてる最中だったのに、自伝は結構面白かったよ。景気がいい時代に恵まれたのかもしれんが少し憧れるようなサクセスストーリーだからな。といっても自伝出した数年にはこけて消えた人なわけだけど、一番参入がしやすい時代だったのは確か。あの時代はハードスペックは高性能になったのに、なぜか新規参入もしやすかった。機材も何も、今だったら SMSA くらいしか作れんわ。新参には、家庭用ゲームは体力のある大手が作るくらいじゃな。単純にで買い口叩いて作品つまらなかったからな。バブルのあだまだよな。エネミーゼロは感動した。当時はかなり斬新だったよ。誤解されやすい人ってことにして、うまくいかせなかった。もったいない。このゲームは事件になる。懐かしいダブル。お、懐かしいな。鈴木みその漫画で500万本売れる RPG 作るって豪語してたけど、結局ビッグマウスだったね。っていうかお前ら信じちゃうよ。気付けなさいな。血圧計で、当時は 3D の黎明期で斬新さが求められた時代。ゲームの面白さという意味では、の部分もあったが評価されてた。最高130だった。問題ない。デブだった頃しか知らないから、この人の顔を思い出そうとするとマツコデラックスな邪魔をする。まさに太く短くの人生だったね。ご冥福を。上が100ありませんけど何か。ない。見た目がマツコって確かにそうだなダブル。なんでストレと同じような顔になるんだろうダブル。やたら俺はジョンレノン、ジョンレノンと言ってたなダブル。微笑ましいダブル。別の場所から書いてるから ID 違うけど、それだ、ありがとう。そっか作者も亡くなったんだね。E のケンジさんってクソゲーを作ってた人か。挑発プロレスラーってイメージだったけど、奇跡の一枚的な写真はかっこいいな。これ、いつぐらいの？
晩年はすごかったの。デブの食卓。お前ら失礼な奴らだな。W。アニメ業界に例えると山本博士に近いタイプ。ピザーラの CM に出てると思ったら高の拳時だった。FF700 万売れてた時代だな。SSMD やった。3D が比較的マシだった。シナリオと設定はどこかを隠ってた。ゲームはクソゲームだった。16年過ぎても全然理解されんわ。発売日に経過で買ったな。竹崎まだ残ってたのか。でも今なお後方の偉い人になってるから W。エネミーゼロの評判が悪くてびっくり。友達と夜な夜なやってクリアしたけど、あんなに緊張感と恐怖に襲われたゲームはなかった。俺らにとっては神ゲーだった。バイオハザードもちょうど同じ時期に出てそれも友達とやったけど、ゲームの質という点ではエネミーゼロの方が断然面白かったけど、エネミーゼロってロード回数限られてたよね。最初からやり直すのは苦痛でしかなかったわ。なんとかクリアしたけど、エネミーゼロと戦地は、あっという間に中古に並んだよ。セバオタはヘビーユーザーが多いから、口だけじゃ騙せない。発売の1週間もしないうちに投げ売りにやつにもローラー投げる D には販売数大減少。クソゲーだよ。プレイヤーに意図的にストレスを与えたい仕組みだったんだろうが、意図しないストレスにも満ちた作品だったんでとてつもないものが出来上がってたな。センチメンタルグラフィティだっけ？前に出した体験版、未開の偉いプレミアついて、本製品が投げ売りワゴン常連だったの。今のゲームのグラフィックで一作だけ作ってみてほしかったな。この人やってたらジオ面白かったな。センチとは売れなかった理由は違うと思う。センチはグッズの売り上げで売り上げ見込みを出して失敗した。エネミーゼロはシステムにユーザーがついていけなかった。今やれば変わるかもしれない。俺はやらないな W。エネミーゼロ、今だったら速攻まで売ってるな。当時はガキだからかったものはクリアする意味があると感じていた。苦労したのは面白かったとも言える。大人ってから貯めて打つタイミングがわかれば意外なほど難しくはなかった。ほんと最後の方で忙しいとこあったけど、けど2周目歩き全く起きないクソゲー。あんだけ同業者のゲームをこき下ろしていたのにさ、気になることってイベントに行ったな。インドの息子が特別ゲストだった。インドにサインしてもらったな。竹崎さんは偉くなったよ。セガの本部長らしい。それとトムスの役員だ。ゲームで驚き、宣伝で驚き、音楽で驚き、死去で驚いた。最後まで人を驚かせるのが好きな人だったね。そうか、そんなに評判悪かったんだ。ピコンピコンっていう音が速くなる時の敵が近くに来たっていう恐怖と、実は壁の向こう側の通路にいるので安全だった。みたいなリアルなサスペンスの感じが大好きだったんだ。バイオハザードとかはとりあえず打てばいいとか、やり方を覚えればいいけど、E0は毎回敵の行動が違うし、セーブ回数が限定だったのも、緊張感があって面白かった。あの頃大学には在籍してたけど、ニートっぽかったからな。今やったら違うのかも。エネミーゼロ20万箱買ったやつのコメントが聞きたいな。ブロンとかやってないのかな、アラブリ。エネミーゼロ20万箱が100億で、30万で落札されてたな。今のゲーム機ならエネミーゼロが D の食卓の高いクオリティを発揮できたんだろうけどな。当時のセガサターンが PS じゃ、あの手のゲームを作っても面白さが出せなかったな。15年早かったな。今だったらな。バイオハザードとかはとりあえず打てばいいとか、やり方を覚えればいいけど、E0は毎回敵の行動が違うし、セーブ回数が限定だったのも緊張感があって面白かった。それが敬遠された原因だろうな。ゲームやってる連中は、心の奥底のどこかでは無双したいっていう欲望は必ず持ってるものだし、そういう面からだと E0 の難易度は理不尽に見えるんだろう。なぜにサイレントデバッガーズの名前が出てこないんだ。サターンなり DC にディスクセットせなあかんというお仕事があるんだろうな W。しつけよ、ごめん、出てたのか W。でもエネミーゼロはそこまで独創的ではなかった。ってこと、しつけつってんだろ、AW。ストーリーはエイリアンの丸パクリだしな。敵の姿が見えないなんてのも、ファミコン時代の理不尽クソゲーのノリでしかなかったし、そもそもムービーゲームで難易度厳しくして同じことを繰り返させるだけでも普通なのに、セーブ&ロードに制限かけた時点でアホだわ。なんてことを言う人もいるだろうけど、今の最新機を使っても同じだったと思うよ。この人は、ゲームをアートとして捉えるという点では DW グリフィスみたいなものかもしれないけど、所詮グリフィス気取りなんだよね。あくまでもゲームとして成立させた上でアートを表現できればすごかったんだけど、ゲーム部分を切り捨ててアートに走ったんじゃね。なんでもリアルにすればいいってもんじゃないんだよね。野球ゲームでもリアル野球を目指すより、野球版的な面白さのファミスタの方が面白いからな。ファミレス一緒に行けたといいな。同じ空気を共有したってすごいわ。世代だからそう感じる。次は本命杉山神で、対抗山内神ってとこだろう。本職のゲームクリエイタークラスだと、宮本ジョンでも60になったばかりだし、まだ先の話。杉山神がお隠れになった暁には、右翼的な言動の数々は華麗にスルーされるだろうから安心していい。山内神がお隠れの際はもう憎くするようになるよ。話題の人ではあったな。それ以上でもないという感じだな。任天堂の山内さんは、経営者だからかなり違う感じ。ゲーム業界に決定的な影響を与えたけども、作品と共に語れる人ではない。その辺にのは業界の人だった。自分が42で死ぬ運命だったら、本気でまだ何もやっちゃいないと言いそうだ。葬式行く人いる。ゲーム発表会でコンパニオンが来たボンデージとか入ってたらしいからな W。いいの分かってた。他人元と書いて人元と読むのだよ。日本人なら知っとけ。誤爆すまんこ。遠藤も言ってるけど、根っこの部分でゲーマー要素が悪い方に働いてた。本当に切り捨ててアートに走ってでもうちょっと違うもの作ってたでしょ。いいものはアートにしてはネタ元が分かりやすすぎる。アートよりなのハイダとか斎藤豊あたりじゃね。もうずっと、彼はそうだ。明らかに、間違って覚えてますな。飯田はいいのについて才能ないけど頑張ってただとさ、名誉への熱い思いで悪い意味で言ったわけではないけど、当時は言えないだろうけどさ、なんだかな、周りの大御所も他のゲームクリエイターは大人だったんだね。自分でゲーム作る才能ないと言ってるし、97年時点で何年後かにはゲームの仕事はしてないと思うとも言ってる。ああ別に猪木のファンではないが、猪木が活躍してた90年代後半がめちゃくちゃ懐かしい。人間としてはファンだけど作ったゲームのファンに離れなかった。ただもっとゲーム業界をかき回してほしかったね。自作カロリーゼロ、いっそ、開き直ってゲーム評論家として、いろいろ悪口言われつつも、カンフル剤として暴れてほしかったな。本質的に良い人で、肉まで役にはなりたくなかったのかも。キロカロリー大ゼロ、カロリーゼロというのはサンダルW。1日の摂取カロリーが2000カロリーなんだから別に問題ないだろW。このストバーチャコップ好きだったよな。2P の銃も持って2丁拳銃でプレイすると面白いと教えてくれた人。セガ関係のクリエイターはすごい人多かったな。そもそもあの 3D ポリゴンが苦手なゲーム機で限界に挑む時点で挑戦者だわな。あの時代、多くの人が騙されました。やっぱわからん。D の食卓が売れた一発屋の印象しかない。最後の方、もう何やってたのか全然見えなかったし、そんなにすごい人だったの？当時としてはエポックメイキング的な作品だったんじゃないかな。D 食、当時は画期的だったけど、その後急速に時代に追い越されて埋没したような印象がある。いっそフランケンソバージュの芸名でマツコデラックスみたいなコメンテーターになればよかったのに、バイオハザードの登場で急速に転落したよね。要するにデブは短命と、フルハードの 3DO の売り上げに少し貢献した人のイメージしかない。騙されたっていうか正しいんじゃな PS けなしてくれたから、宗教上の理由で持ち上げただけだろ。まさに損失状態、実感がなくても損失は穴目立てられるだろ。もちろん、その宗教団体が崩壊したから消えたけど、中学の時に吹奏楽コンクールというのがあって、飯野くんが指揮取って、各楽器の編曲まで全部彼一人で、やった時かっこだと記憶しているこの人はすごいことを、する人になるなって思った。ちなみに曲はボレロ、学校代表までになったけど、賞は取れなかった。お昼の給食の時に飯野くんがアフリカの民族音楽を、かけたらすぐに職員室から先生数人が流れ込んできて、胃がひっくり返ります。やめなさいって、怒られたのが懐かしい。これからも面白いことしてくれると思っていたのに、惜しまれます。遺作、ライフゼロ、クソゲーばかりでしたな。確かにゲーム界の風雲児としては面白かったよ。誰だか知らないが若い時はマツコデラックスみたいだな。バイオの人とか、メタルギアの人って風雲児じゃないの？レベル5の人とか遠藤正信の人とか、今で言う、炎上商法っぽいこともやっていた印象。子供みたいな振る舞いがあったかもな。例の世界遺跡はサラリーマン金太郎を読んで、啓発されたんだよ話していた記憶のある W。学歴がないホリエモンだったよね。ホリエモン騒動の時の飯野健児が思い浮かんだ。秋豚は今でも捌っていられるんだから、悪質な業界ごろ、風雲児って呼ばれるには、でっかいホール貸し切ってソニーが主催したイベントの PS エキスポで自分のプレゼン中に PS ロゴ、SS ロゴにいきなりモーピングして、発売機種を変えたような基地外購入したからです。だから PS は主流になってセガが潰れたからゲームを出せなくなったわけです。ウルトラマンクラブにミニアタイムゾーン、ミニアワンパクコックンのグルメワールド、ミニア宇宙生物フロコンくん、ミニアと突撃機関メガダス、ミニアDの食卓、メガダスとDの食卓の間に一体何が、エネミーゼロの時にデビュースの遠藤さんが難易度を落とした方がいいって言っても、そこは譲れないと聞き入れなかったそうだ。売れる売れないより自分の好みを優先させる人だったんだろうな。
しかし、エネニーゼロってそんな難しいゲームだったか。アクションになって、マリオもゼルダもクリアできない俺からすると、パターンを覚えれば簡単だったわ。むしろパターンを覚えた後もずっと同じ作業の繰り返しでゲームとしての発展性が全くなくて普通でたまらなかった。こういう場合ストーリーで引っ張っていくんだろうが、話はエイリアンのパクリ、しかも大幅劣化パクリ。デジタルの悲しみって一体何だったんだろう W。 あの頃は勝ったからにはクリアせねば、というような義務感があったからクリアしたな。今なら慣れてるな。カプコンベスト200対 NIN のカプコンがメタルからの人になっちゃった。ちょうど 2D から 3D の移行期で大手がまだ追いついてなくて、アイデアだけでしのげた最後の時代だったんだろうな。大手が総力でバイオハザード出したらいいのは一瞬で過去の人になってしまった。 D には全くバイオと勝負にすらなってなかった。いいのが大手の社員だったらどうだったんだろうな。知りもしないクズバカは黙ってるよ W。 煽ってることしか書いてない気違いはいいのでも追ってしめや。お前みたいなクズゴミが死んでもいいのの爪の赤にもならんが W。 どこ歩いても職質かけられそうな風貌だよな。そうには一段落した時間帯か。奥さんと出ていたトーク番組をたまたま見たけど、すごく良かった。あからさまなラブラブではないんだけど、お互いを見る視線や、今まで黙っていましたが実はみたいな内容が、お互いに尊敬し合ってる感じがして、見てて幸せな気持ちになれた。ちょっとギクシャクした感じが、一昔前の仲良しの夫婦みたいだった。ゴールデン街は007は元より多人数戦とかグラフィックとか再現度とかいろんな要素があったな。少なくとも今の FPS は人質の手とか撃つとグレネードとか投げつけて襲ってくるようなのがないから、YouTube のナイトワークが上がりまくってる、あれ帽子のやつから持ってきただけでしょ。だから、もうずっと、立場としては日本ラブ。自分は、日本の一部であるという意識の上で。日本ももっと良くしていきたいと思う。そして、みんながそう思い始めて、いろんなことが、一斉にバランと変わる時期が、そろそろ近づいてきていると思う。自分のことや政党のことばかり考えている政治家はいらない。何より、日本を売って、お金や立場に変えているような奴らは許せない。どこかで変えよう。一気に変えよう。この国は、もっともっと豊かで平和で楽しくあるべきだ。僕らは、この日本という国の一部なんだから、極カットされてたりしてる死亡者には何回もあるような、いいのとやり合ってた。元カプコンの岡本っていう奴はどうなった？どっちもかなりのビッグマウスだったけど、どっちも最近見かけないなと思ってたが、いや、イーノ君の妻に行きあまりの証拠の列の長さに驚いた。江口さんに言わせると会社関係者がほとんどらしい。イーノ君は成功していたんだね、ほっとした。痩せてから以前より持病の喘息がひどくなってきていたらしい。あの日もアメリカより戻り午前中は会社にいたのに喘息が出そうだから家に戻ると言って帰った。いや、そして夕方から喘息が出てしばらくして大きな発作が起きたらしいんだ。3時間も休明したのに戻ってこなかったらしい。残念だ。そして書かない。私の知っていた彼は大きく堂々として書かないとは程遠い人間だったのに、ありがたい情報だな。死んでから友人面すんなよ。知人っていういい言葉あるんだから、いじられちゃだからなんか安心できた。足が板谷になってから、あんまし聞かなくなったな。板谷は自己主張多くてうざい。今聞いてもそう思う。海洋は、安し社会人被験信じ。どのこと？友人、最後の引っ越しの時だけでも商売にしなければよかった。イーノ君の状態を察知しながら自分だけ商売を繰り返していた。友人は死んだ寂しいよ。ワープはメトロ大卒か中卒以外の中途半端な奴はいらないんだよと言っていたこと忘れないよ。うるさい携帯電話をタクシーの窓から放り投げた逸話も好きだよ。携帯放り投げた W。やっぱりカットしやすいんだな。リアル 3D クソゲー文化の基盤になった人だった。実に残念。コカ・コーラのシーンをよく利用させていただきました。微妙に学歴コンプだったんだな。中卒がしょうがないが。でも、そんな社員いいのだけじゃないか。W。上田だって大阪芸大という微妙な学歴だし、大阪芸大の学歴でなら中卒とかはらん。96年の東京ゲームショーで見たのが最後だな。抽選で当たる景品を紹介してて、ポケットティッシュの開くとこにマジックで刺さって書いて、ビリッと破りながらこれがセサショーです W とか言ってて、N2 ファンの D にもプレイヤブルでも申したけど、観客の反応がさっぱりだったのを覚えてる。恐れすらな、ボクサーズロードは PS 創生の頃、まだソフトが揃っていない時期に発売されたからヒットした。まさに早いもの勝ちみたいなゲームだったな。確か制作会社は当時5から6人でかなりの儲けを出して、1人当たりを9単位で儲けを分配したって聞いたな。